女くどき飯？応募者の男が選んだお店でご飯デートしながらくどいてもらおうっていう企画よ。私がくどかれるんですか？いい加減恋愛スイッチ入れとかないと。でも本当に食われちゃダメだからね。食われるかっつうの。はい、記事ありがとう。今回も超面白かった。あざまーす。さっき次の応募者デート送ったんだけど見てくれた？あ、今見ます。いちょ、甲斐相馬29歳。同い年だ。同い年って初めてなんじゃない？そうですね。ま、次も面白いの期待してるから。書籍化目指して頑張ります。あとしつこいようだけど本当に食われちゃダメだからね。私来週からパリスだから。いや、パリ関係ねえし。アパレルブランドディレクター。なんだそのおしゃくすな肩書きは。どうせ三宿に住んで毎週おしゃくすなホームパーティー開いてピンチャスばっか食ってんだろ。斬新。いらっしゃいませ。あ、まさかこのおしゃくそイケメンが。神林さんですか？はい。はじめまして、甲斐相馬です。はじめまして。あ、手冷たいですね。やだ、この人怖い。乾杯。乾杯。甲斐相馬、29歳のおしゃくそイケメンが選んだのは渋谷にあるオイスターバーパッチョ。期待を裏切らないおしゃくそ感だな。しかしこの手の男はどうして揃いも揃って首元の空いた白 T シャツ着てるんだろうか。ええ、はい。あ、ここってオーナーも店長ももともと広島の人で結構広島推しのお店なんですよ。へえ。牡蠣以外の料理も広島の食材にこだわったりしてて。そうなんだ。よく来られるんですか？しょっちゅう来ますね。じゃあお任せしちゃっていいですか？もちろん。おしゃくそイケメンの口説き飯センス見極めちゃるけの。俺今日昼食ってなくて結構腹減ってんですけど、神林さんどんな感じですか？私もお腹ペコペコです。じゃあがっつりいっちゃいましょうか。はい。何にしよっかな。男の人から先にお腹空いてるって言ってくれるのはありがたいよね。時々メニュー開く前からあんまお腹空いてないとか言う男いるけど、あれ頼みづらくなるから本当やめてほしいもん。うん、決めました。
すいません。うわすごい。エカイエ職人の盛り合わせでございます。広島県江田島産の生牡蠣とエビ、ホタテを盛り合わせいたしました。オイスターチョモランマジャ系の。じゃあ早速どうぞ。いただきます。キンキンに冷えた牡蠣のプリップリの食感、ほのかに香る磯の香りと濃厚でミルキーなのにキレのあるお味。おいしい。よかった。エビもかなりおいしいですよ。じゃあこっちもプリップリで歯ごたえ満点。噛めば噛むほどエビの甘みが増していく不思議。はあ、これ絶対味噌うまい。でも初対面のイケメンの前でエビの頭をチューチュー吸うのはさすがにためらわれる。でも私は吸うわ、吸うわよ私。ああ甘くて美味しいよ。いかん、うますぎて仕事を忘れるとこだった。カイさんはどうして今回この企画に応募しようと思ったんですか？お店の宣伝になればいいなと思って。ここの店長にはお世話になってるんで。へえ。でも応募してよかった。え？ちょっとそういう意味深で投げっぱなしの言葉やめて。家帰って何十回も反芻しちゃうからやめて。例えば女性はどういう方がタイプなんですか？色白でふわっとしてて目がキラキラしてる人、あとその口元のほくろも好き。なんで隠すの？可愛いのに。ありがとうございます。いかん、これは一瞬でも気を抜いたら一気に持ってかれるパターンだわ。しかもこの男、一度ハマったらなかなか抜けられない地獄沼系。これまで一体何人の女がこの沼に飲み込まれていったんだろうか。やーそうだった。かっこいい。みんな何かに捕まって。さあおいで、もう逃がさないよ。アラサーでこの手の男にはまったらマジで人生詰む。彩り野菜のバーニャカウダでございます。カブやルッコラなど広島直送の新鮮な野菜を取り揃えております。広島県江田島市高森本店の味噌のソースでお召し上がりください。じゃあ私はパプリカから。もうみずみずしくてジューシーじゃけ。この味噌も程よい甘さとクリーミーさで。ん？なんだこの口の中に残る強い旨味は。ねえ旨味、あなた一体誰なんじゃ？この味噌何でしたっけ？黒鯛の味噌ですよ。鯛味噌か、すっごく美味しいですね。高森さん、いい仕事するわ。こちら瀬戸内リモーネです。アパレルブランドディレクターって具体的にどういうお仕事なんですか？うちの場合は何でもですね。企画から宣伝まで。まあ小さいブランドなんで。ご自身でお洋服作られたりもするんですか？あ、俺ミシンできないんですよ。専門的なファッションの勉強ってしたことなくて。そうなんだ。時々いるよね、専門技術ないのになぜかそういう専門職で食えてるうさんくさい人。じゃあどうしてアパレルに？たまたま今の社長に声かけられて。なんとなく。
なんとなくでできる仕事なの。前はどういったお仕事をされてたんですか。友達とカフェやったり、バンドやったり、あと写真撮ったりしてましたね。へえ。そんなニュージーランドに移住した隠居老人みたいな暮らしでどうやって生活費稼いでたんだよ。ちゃんと会社勤めするのって実は今の会社が初めてなんですよ。この人人生ちょろいと思ってんだろうな。なんか弱点とかないわけ？3日に1本しかバス来ないと田舎出身とか。ご出身どちらでしたっけ？横浜です。へえ、そうなんだ。この人恥ずかしい思い出に悶絶して枕に顔を埋めて叫んだこととかないんだろうな。広島県江田島市山岡水産の牡蠣のアヒージョでございます。卵の黄身を崩してお召し上がりください。じゃあ割っちゃいますね。はっ、あ、美味しそう。取りますよ。すいません。じゃあ熱いうちどうぞ。すいません、いただきます。ガーリックが香ばしいオリーブオイルのコク、プリップリの身からじゅわーっと溢れる牡蠣の旨味。ああ、私はこの男よりこの魚介の旨味あふれるオイルの海で溺れたい。ダイブしていいですか。そしてこのリモーネのさっぱり感の合うことよ。ちょっとちょうだい。か。ああ、やっぱ美味しい。か。俺も次これにしよっかな。間接キスじゃけえの。あ、まままま。ゆうこさん、失礼します。なんじゃこれ。ちょっとすいません。もしもし、お疲れ様です。ありがとうゆうこさん。危うく地獄沼に飲み込まれて人生積むところでした。あの男、自分がイケメンだということをフルに活用してくる。イケスカン、イケスカン野郎だ。ごめんなさい、仕事の電話入っちゃって。ハダムタッチ的ボディタッチ。大丈夫だったんですか。全然大丈夫。いかん、一瞬本気でときめいてしまった。広島県から直送のマダイのアクアパッツァになります。こちら骨から外してお取り分けしてお出ししましょうか。どうします。じゃあ取り分けてもらう形で。かしこまりました。お願いします。はい、やっぱこういうサービスのあるお店っていいよね。大皿で来るとどうしても女の私が取り分けた方がいいの。でもそれって女子力アピールみたいで寒くない？みたいな葛藤が生まれるし。あ、おこげできてる。あ、これやばいですよ。じゃあ、黒鯛味噌最高。おこげも超美味しい。お待たせいたしました。こちらのアクアパッツァのソースなんですけど、少し余っていますのでリゾットかパスタかお持ちいたしますが、いかがいたしましょうか。リゾットな気分です。じゃあリゾットで。かしこまりました。じゃあいただきます。 いただきます。ああ、ほのかに香るガーリックの香り、魚介のうまみたっぷりのスープ、そしてタイの優しいお味。なんか優しい気持ちになりますね。ねえ。この世から一日も早く争いがなくなればいいのに。って
世界平和祈ってないで仕事して私。甲斐さんってめちゃくちゃモテますよね。いや全然そんなことないですよ。全然そんなことありますよ。今まで何人の女を落としてきたんですか、その地獄沼に。実は俺今まで一人しか付き合ったことないんですよね。え？高校の時から10年付き合ってた彼女と別れて、それっきり彼女できなくて。そうなんですか。はい。ギャップ萌えじゃけーのー。このビジュアルと女たらし感で一人しか付き合ったことないなんて。でも確かに美人の女友達って意外と恋愛経験乏しかったりするし、イケメンもまたしかりなのか。その10年付き合った元カノさんとどうして別れちゃったんですか。好きな人ができたって振られちゃったんですよね。結婚も考えてたんだけどな。しかもその好きな人っていうのが俺の知ってるやつで。それ相当きついですね。いやきつかったな。割と最近まで引きずってたし。そうだったんだ。相馬も元カノという沼の中でもがいてたんだね。いかん、ここへ来て相馬の好感度が急上昇している。お待たせしました。先ほどお召し上がりになったエビの頭の唐揚げとアクアパッツァのスープで作ったリゾットでございます。ちょっと待って、私がチューチューしたやつどれ。俺これ好きなんですよね。それ私がチューチューしたやつかもしれないのに。うまい。いい音ですね。うん、じゃあ私は先にリゾットをいただきます。噛めば噛むほど米の甘みと魚介の旨みが口いっぱいに広がる。控えめなチーズがそこにコクを添えて。おいしい。これを食べないという選択肢はもちろんないんだけど、なんか恥ずかしい。でも、ああ、うまい。パリッパリで香ばしくてうますぎる。おいしい。もう一個食べていいよ。いいんですか。どうぞ。じゃあ、わーい。もはやどっちが食べたエビか問題なんてどうでもええわ。何？神林さんって彼氏いないの？ああ、もう5年以上いないですね。作んない主義なんですか？あ、いや全然そんなんじゃなくて、できないんです。こないだ彼氏作り方でググったんですけど、結局何にも分かりませんでした。でも神林さん、男寄せつけないオーラ出してるもんな。そんなの出てます？出てるよ。全然無自覚なんですけど。まあそういうの俺は全然無視するけど。やだ、そういう S っぽいのも入れてくる感じ。神林さんって意外と乙女でしょ。貴様なぜそれを。俺あんまり女してる人って苦手で、そういう隠れた可愛げ持ってる人のが好きなんだよね。やーん、沼の入り口がまた見えてきた。甲斐さんこそ彼女作らないんですか。うん。まつげついてた。神林恵29歳。2週間後には味噌汁を控え、いい加減結婚も考えないといけないお年頃。でも良かった。手あったかくなってる。少し酔っ払った？酔っ払いました、あなたに。じゃあお酒のせいにして一緒に恋愛始めよっか。相馬くん。めぐみ。そうちゃん。めぐ。あーわわ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 わ
じゃあここで。今日はありがとうね。楽しかった。私もすごく楽しかった、うん、気をつけて帰ってね。じゃあおやすみ。一緒に恋愛始めませんか？え？お酒のせいにして一緒に恋愛始めましょう。丹林さん、私はあなたと濃厚でミルキーなのにキレのある下手島さん生ガキのような恋がしたい。ありがとう。寒いから気をつけて帰ってね。じゃあ。へえ、ありがとうって拒絶の意味もあったんだ。バカ野郎、そんな意味あるかい。よくよく考えてみるとそりゃそうだよね。ちゃんと付き合った女が一人なだけで遊んでないわけないじゃん。ボディータッチ、それは相手に自分を異性として意識させる一つのテクニックである。しかしよほど親密だったり好意がない限り直接触れられることに嫌悪感を抱く女子も少なくない。最も安全かつ効果的なボディータッチ、それはコート越しの背中ではないだろうか。店に入るときや出るときならさりげなく触れても不自然ではないし、むしろジェントルマンを演出できる。女子は分厚いコートの上からでもあなたの好意を感じ取ることができる敏感な生き物なのだ。本日の口説き文句。お酒のせいにして一緒に恋愛始めようか。全然おしゃれじゃない。どうぞ。おいしい。よかった。日本に何の勉強しに来てるの？今日は勉強じゃなくてめぐみさんとデート。韓国男子の魅力を完全に理解しました。韓国に帰るんです。純素となら、たとえ遠く離れていても